はい、どうも皆さん、こんにちは。こんにちは。今日はですね、プロサッカーチームのバンラーレ八戸の山田選手にインタビューということで、動画を撮っています。はい。まず、山田選手、こんにちは。こんにちは。山田選手は2020年まで、20年までですかね。はい。そのシーズンまでは秋田ですね。はい、秋田です。秋田は何秋田でしたっけ？ブラウブリッツ秋田です。あ、私も言えない秋田のチームのキャプテンやってらっしゃって、はい、この J3 の時から J2 に上がる、はい、まあ J3 で優勝して、はい、J2 に上がった時のキャプテンをやられた、はい、ですよね。素晴らしい。もういい J2 に昇格するために今回八戸、そうです、ね、来られた、はい、あ、さすがです。素晴らしいです。はい。で、実際これ八戸、秋田のチームから八戸に来る時の、まあ、エピソードとして、はい、トライアウトってあるんですよね。そうです。選手たちが集まって、まあ、プレーを見てもらって、はい、どっかのチームに、まあ、声かけてもらうっていうね、はい、トライアウトの時に前十字靭帯断裂っていう、まあ、膝の靭帯を9月ぐらいです切ったの。9月です、はい、9月に切っちゃったので、そのトライアウトっていう、ね、他のプロのチームにプレーを見てもらうときには、怪我は治ってないので、まだ見せることができなかったから、ね、会場で自分のプレーの、まあ、DVD、URL、動画、URL 動画を、なんか配ってるっていうのはね、私、実は新聞で見たんですね。そういう方がいるって。うん。ね。だからそういう方いるんだなって思ってて、まあ、それが山田選手だったって、後から聞いて、はい、っていうことなんです。はい。はい、なので、そういう、まあ、熱意、多くの方ってなんだろうな、自分がうまくいかないときって、そこで諦めちゃったりとか、仕方がないだとか、ひどい人になれば人のせいにしちゃったりとかするんですけど、それ諦めない精神で、まあ、できる、自分の今できることを精一杯やって、今この八戸のチームにいるっていう方なので、はい。まあ、ぜひ皆さん、山田選手を知っていただいて、欲しいので、自己紹介から、はい。はい、よろしくお願いします。はい。はい、山田直之。背番号は24番です。24番、はい、はい。今年キャプテンをやらさせていただきます。素晴らしい。年齢は、今34歳で今年35の年になります。はい。あと家族構成的には、奥さん、あと子供が娘と息子の2人います。はい。あとは八戸で活動するにあたり抱負っていうあれば、やっぱり地域と根強いチームを作っていきたいですし、チームの八戸を応援してくる皆さんと喜びを分かち合いたいっていうのがすごい僕の中にあるので、目標は目標でチームとして持ってあると思うんですけど、もう僕たちにできることは本当に一試合一試合勝つことだけだと思ってるので、それで皆さんを笑顔にできたらなと思ってます。ありがとうございます。はい。出身どちらでしたっけ？大阪です。大阪のどこなんですか？大阪の枚方っていうところなんです。大阪の枚方の方はぜひ山田選手、はい、調べてください。お願いします。あれ、前少しお話聞いた時は、はい、な、高校の時に何だろう、全国大会行くようなチームとかじゃなかった？ではないです。でも高校はですよね、なんか、はい、もう僕が高校1年生に入った時から、年下が入ってこない高校に入ってしまったので、うん、小川村のチームですか？小川村ではないですね。そういうノリじゃないですか。全然そんなところではないです。もう子供がいないから誰もいないみたいな。そこまでじゃないですけど、はい、もう統廃合してしまうって決まってたので、僕たちが最高学年3年生になった時にはもうサッカー部が7人しかいなくて、3年生しかいないんですもんね。もう3年生しかいなくて、7人しかいなくなったので廃部になってしまって。試合はじゃあ3年生の時はやってないんですか？3年生の時はもうその廃部になったので、うん、もうサッカー部っていうのがなくて、はい、もうその3年生になった時に地域のクラブチームの方で、はいはいはい、声をかけてもらって、そちらの方でサッカーはやらせていただいたんですけど。やったんですね。はい。で、大学は行かれて。大学は、はい。で、4年間行って、その時は全国大会とか、なんかそういうのが出たんですか？2年生の時に初めて全国大会に出ることができた。できたの？はい。それは選手をその時やってたんですか？
選手やってました。あの、レギュラーで出てた。レギュラーで。ああ、やっぱりすごい方なんですね、やっぱりね。私、その、だから全然そうでもなく、そうでもなくて、J リーグ来て活躍したって、なんか、そのイメージが勝手にあったんですけど。いや、でもそこまで、なんだろう、うん、その、選抜に選ばれたりとか、はいはい、そういうのは全く無縁だったので、本当に黙々と、がむしゃらにやってきたっていう感じです。うん、初めはプロに入っ、大学出てすぐプロのチームに入ったんですよ。社会人チーム JFL のチームに入りました、はい、滋賀県の民謡琵琶湖滋賀っていうチームです、はい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 、そこで3年やらさせていただいたんですけど、うん、その次の年ぐらいに J3 ができるっていう、そんな時代なんですね、はい、ああなるほど、あったんですけど、その民謡琵琶湖滋賀っていうチームは J3 に上がることはできなかったので、うん、ちょっとここにいても自分もっと上目指したいなってことで、うん、自分から飛び出て、その時は FC 岐阜の方に練習参加行ったんですけど、それがダメで、その滋賀のチームにいた人が秋田に移籍した人がいたんですけど、その人から一応秋田の強化部の方が、あの、何人か滋賀県のチームの方に何人かあの注目してたから、その中にお前の名前もあったからって連絡してみたらっていうことで連絡したら、その当時の秋田はキャンプを千葉県でやってたんですけど、はい、千葉に今すぐ来れるかっていうことで、うん、千葉にそのキャンプに参加して入ることができました。なるほど、はい、そんな経緯なんですね、はい、行動力がすごいですね、はい、なんか見習いたいものですね、これはね、はい、わかりました、ありがとうございます、はい、で、今ですね、まあこう干渉法とか治療の世界の話になってちゃうんですけど、はい、今こう前十字靭帯損傷、まあ断裂っていう怪我をされて、はい、前十字靭帯っていうのは、まあ、膝の関節の中にある靭帯なので、あの、表からは触れないんですね。表面から触ることは不可能な靭帯なので、その靭帯を治したり治療することは干渉法では不可能なんですね。で、そこの今、怪我をされてるんですけど、今、その靭帯の断裂のところの、まあ、膝の状態は、どういう状態か、はい、9月ですかね。9月なので。まあ、切ったのは9月で。あと少しで6ヶ月経つところかなっていうところなので、うん、前十字靭帯の復帰目処がだいたい6ヶ月から8ヶ月と言われてるんですけど、はい、まあまだこの前十字靭帯になるパターンっていうか、つま先が外の膝が内に入ったら前十字が切れるって言われてるんですけど、まだ膝が僕内に入ったままなので、うん、もう少しそこを改善しないと復帰にはまだできないかなっていうところの段階です。ジョギングだったりランニングだったり、ね、ダッシュとかもできてるんですけど、うんうんうん、あとはアジリティというかそういったステップのところでまだまだやらないといけないと、うんうん、あるんですね、はい、わかりました。あとこう干渉法ってね、今回取り入れ始めていただいて、はい、まあ今日も実際はこれ八戸市に私いるんですけど、チームの方にね、みんな、チームの皆さんにも干渉法っていうのを知ってやってもらおうということで、ちょっと短い時間ですけど、セミナーみたいな形でやらせていただいた後なんですけど、はい、で、干渉法ってこう、習う前の印象って、まあ干渉法っていうのを取り入れようっていう、取り入れるって話になった時の印象っていうのはどんな、はい、まず印象だったか。印象。怪しいなとか、うさんくさいなとか、いろいろあると思うんですけど。正直、僕が今まで、サッカーやってきた中で、今までずっとトレーナーさんにマッサージっていうのを受けてきてもらってたので、その干渉法さん の, その施術 YouTube とかで先生の動画とかを、うん、見てると、これで良くなるのかって正直、はい、疑ってるっていうのは、ね、はい、っていう、疑わない人は逆にないマッサージです、のを少し思ってました、はい、はい。で実際こう干渉法って以前一回私ね、はい、覚えてもらおうってきたんですけど、はい、それとまあ今日ですね、まあ習ってみて、こう、前の印象と習った後の印象ってどんな風に変わったか。やっぱり、うん、先生も言ってた通り、筋肉は柔らかくて、スポーツする選手はやっぱり柔らかい筋肉の方が、やっぱ、ね、パフォーマンスは上がりますし、そういった部分で、今日講義受けた選手も何人も言ってましたけど、やっぱり柔らかくなってるっていうのは先生に施術してもらって感じてる選手何人もいたので、僕もその一人ですし、本当にこれを続けたらパフォーマンスが上がるんじゃないかなっていうのは感じてます、うん、
これ感傷法ってこう自分で私の場合、まあ、治療してあげてるわけじゃないので普段は、はい、あの自分で覚えてくださいっていうふうにしてることが多いんですけど、はい、こう自分で覚えてやってみたいっていうふうには素直に思います。はい、思います。はい、もちろんこれを覚えて、ね、試合中でもできるものなら、そう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 、はい、やって、ね、先生も言ってた通り釣ったところをやったら改善するって言ってたので、うん、そういったことが起これば、ね、交代もすることがなくなりますし、はい、あのね、実際こう今はなんだ地上波ではやらないですけどね、はい、試合あのダゾーンって、まあ、インターネットの動画とかでやるんですけど、まあ、試合中にこう八戸の選手がちょっとこうプレーが止まった瞬間とか鑑賞法をみんなでやり始めたら私は見て笑ってられるんですよ ね、 ねそうです。何やってんだあの選手たちみたいな、あの他のチーム出てない選手も笑ってるかもしれないですけど、でもあれがね、そう本当にチームのためになる、そう本当にちょっとしたことを、ね、今日もこう他の選手とか、ね、たったどうでしょう、まあ、10秒とか20秒とかね、はい、やっただけでこう前屈ができるようになっちゃったりとか、はい、届かなかったとか、あの痛かったのが痛くないとか、あの同じ前十字靭帯損傷、まあ、断裂した選手がいて、まあ、手術のところをちょうど切ったので筋肉って切るとカルシウムがすごい飛び出ちゃうんですね周りに。でそのカルシウムとタンパク質、まあ、細胞のカス、代謝したカスがくっつくと接着剤みたいになっちゃうんですよ。で膝の内側が、あ膝のお皿、膝蓋骨の内側がくっついてたんですよ、はい、でそれ鑑賞やってた時に外れたので、うん、外れたらこう、ね、なんかスムーズにすごい喜んでます、はい、なんか飛ばされてます、バタバタやって、はい、それあのあんなに痛がるんだと思ったけど初め立った時にもう痛ててとかってやってたんで、はい、もう彼はどのぐらいですか、もう6ヶ月以上当然立ってるので、はい、立ってます。去年の5月ぐらいか6月に切ったのに、ってのに復帰しないまま、もうすぐ試合に出てくると私は思ってて、会ってなかったから、はい、まさかあんな状態だって知らないんで、うん、でもあれで癒着外れたんで、もう、けんなんだろう、人体のところ、腱のところは負担かからないから、あのまま多分復帰できると思うんですよね、もうね。はい。まあそういうこともあったりとか、良かったなと思いますね。はい。あと、鑑賞法で覚えていただいた後に、期待、これに期待したいことっていうのは何かありますか？やっぱり僕個人的にはもうベテランの域、今年35になる年なんでベテランの域なんですけど、ここからさらにパフォーマンスがね、鑑賞法さんでパフォーマンスが上がるとまた、まあ、いろんな人が期待を持ってやれるんじゃないかなと思いますし、サッカー人生、サッカーの寿命っていうのがすごく長くなるのかなとも感じますし、うん、まあ、今年に関してだとチームみんながそういったところを取り組んで、ね、目標を達成することができれば一番嬉しいですし、うん、はい、ありがとうございます、ね、そうですね、もう大体引退ぐらいの年齢ですもんね、そうですね、もう周りだと、はい、多くの選手がもうそろそろっていうところだと思う。じゃあ鑑賞法で、まあ、化け物みたいにパフォーマンス上げて、はい、なんだあいつはみたいな。ってなるの ここですげえ花咲いたさみたいな。はい、なんかそうなることを、私もまあ、協力するって言い方変ですけど、施術とかして、パフォーマンス上げて、はい、山田選手がね、さらにこう、プレーが、まあ、他からも注目されて、まあ、ちょっと引き抜きが来るぐらい、はい、ね、までこう、パフォーマンス上げて、欲しいなとは思ってるので、はい、やってきます。ありがとうございます。はい、あと、最後に山田選手鑑賞を取り入れて、ね、やっていくんですけど、はい、今後、この復帰していく、これからまあ復帰して、まあ、5月ぐらいですかね、あと2ヶ月ぐらい、はい、で、完全にこう運動できるような靭帯の状態にはなるので、そこから復帰していく様子ですとか、パフォーマンス、鑑賞をやった後のパフォーマンスの状態のレポートだとか。そういうのを取り上げてお伝えしていこうと思ってるので、ぜひ、また動画をこうやって配信撮って配信するので、皆さんまた応援、ね、山田選手応援していただいたりとか、まあ、チーム全体もですね、はい、見ていただければ嬉しいなと思います。あとね、さっき言った通りこうチームで試合中に鑑賞をやってる人見つけて、ああそこでやってるみたいな、はい、ああこっちでもやってるみたいな風になったら、私もね、八戸のチームに関わってるってすごい楽しいとは思うし、
まあ、ヒーローインタビューの時に鑑賞法ってなんか思わず言っちゃったりとか、はい、ここに名前入ってますから、こういうの指さしてもらったりするだけでも、一人で笑ってられるので、ぜひ、はい、はい、そういうこともお願いしたいなと思います。はい。はい、では、今日はどうも山本先生ありがとうございました。ありがとうございました。